こんにちは、川添です。今日はかっぱ寿司に来ております。いつもは食べ放題で来てるんですけど、今日は普通に、食事をします。今かっぱ寿司のメニューこんな感じですね。カフェオレだったりデザート、お寿司はこんな感じですね。はい、いただきます。期間限定のカツオですね。鉄火です。バジルマヨパブリですね。こちら天然エビの三貫三昧、これは豪華版ですね。はい、こちら初夏の人気盛り三貫です。
牛タンの炙りです。
でしょう。というわけで、今日もかっぱ寿司さんで食べ放題ではなく普通に食事をしたら12,500円ぐらいかかってしまいました。いかに食べ放題はお得なのかっていうのを、痛感しました。これでも結構、抑えての、値段なんで、もう限界まで食べたらどうなってしまうんでしょうか。はい、というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いいたします。以上、川沢でした。